はい、どうもです。豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。今日はですね、こちら、ディープロック、ギャラクティックです。はい、ですね、ずっと、やりたかったゲームだったんですが、まあいろいろね、まだ途中のゲームとかもいっぱいあるにもかかわらずね。いやー、昨日ちょっとね、忘年会だったものでね、ちょっと、あと、そうだね、この豚猫ゲームチャンネル1周年が昨日の11月23日かな？22日か23日のどっちかだったと思うんだよね。1周年ですね。いろいろゲームやってきたなー。でも、ほとんどクリアしてないような気がするけど、まあ、クリアしてないわけでもないんだけどね。クリアは、しないゲームもあるしね。しないというかこう、なんつうの？なんつったらいいの？終わりがないゲームとかもあるからね。はい、続ける。で、このディープロック、ギャラクティック。僕ずっとやりたかったゲームだったんですけど、まあね、昨日ですね、ちょっとね、忘年会でしてね。で、まあ、体調はあまり良くなかったんですが、まあ、ちょっとお酒を飲んでね、まあ、いい気分になって帰ってきたので、あとね、セールが来てたのでね、買ってきました。ずっとやりたかったゲームだったんですよ、このゲーム。このゲームどういうゲームかっていうとね、もう結構これね、出て、発売してから結構ね、これも経ってるゲームなんですけれど、まあね、ドワーフですね。ファンタジーのドワーフがですね、まあ、この SF ですよね。もう完全にファンタジーから SF になってる。まあ、サイエンスフィクション？違う、まあ、ですね。こう、なんと説明したらいいかな。こう、ドワーフなんだけど、まあ、宇宙開拓時代とでも言うのかね。まあ、こう、あそこにあるね。星なのか、あれは。まあいいや。ドワーフと言ったらですね、地底で、こう、暮らしている。まあ、妖精？の意思だったりはするんですか、ファンタジーとかですね。で、ほとんどが、交付として描かれてますね。新しいミッション。ここで、こうかな。もう一回ここ行くか。はい。ソロで行きます。はい。で、まあ、このね、下にドリルがくっついたドロップポットに乗って、で、まあ、あそこのね、惑星へ、なのかな、に、まあ、鉱石を掘りに行くという。感じのゲームです。まあね、説明するのがね、ちょっとなかなか難しいかなと。ドワーフが出てきてるのに、ね、言っちゃだね、この SF 感っていうね。よいしょー。わお、何これ、何これ、ピンククリスタル、よくわかんない。ピンククリスタル取って。今、お、はいはい。で、シングルモードだと、シングルモードだと、何を掘ったらいいだっていう指示がね、来たりとかするのかな。これもね、まだね、結構前に発売されて、で、Xbox One 版も出てたりとかして、結構ね、いろいろ出てはいるんですが、それでも、まだね、早期アクセス版ですね。アーリーアクセス版になってますね。完成はしてないらしいですね、まだ。
おう、わお。おお。まあね、僕ね、まあ、マイクラもそうなんですが、アストルニアでもそうだけど、まあ、こうやってね、掘ってくゲーム系、うわ、すっげえ下に、え？どうやって降りていこう？鉱石集めるゲーム好きなんですよね。ちょっと困ったな。ああ、はいはいはい。そっち行った方がいいかな。よっ！ダメージ食らうか。あ、いや、大丈夫。よしよし。まあ、世界観はね、こう SF なんですが、まあ、ドワーフの仕事といったらね、必ずこういう風にね、鉱石を集めてね、金銀財宝を集めてね、溜め込むっていうのがね、ドワーフっていうもんですからね。さて、どうしようか。このキャラクターは、足場を作ることができるキャラクターなので、で足場を作っていく予定だったんだけどな。まあいいや、もういいや。で、まあ、どんどんね、下に行こうっていう感じですかね。まあ、鉱石をこうやって取って、まあ、シングルプレイの時はこのボットが一緒にね、やって助けてくれるんですが、まあ、難易度も下がるのかな、ちょっと。よいしょ。で、取った鉱石を回収して、で、どんどん下まで行って、お宝をゲットしていこうぜ。っていう感じのゲームですね。まあ、そのね、下に行けば行くほどリスクはね、高くなるし、敵も出てくるのでね。よいしょ。で、まあ、弾薬もね、無限ではないので、有限なので、ルートバグ、えい、ほら、おっ、おっ、よっ、ルートバグ、パッ。ちょっと待ってよ。これはどこに行きゃいいんだ？お、よ。ここ降りてきたでしょ？こっちかな？こっちっぽいな。この土色の柔らかい壁を持ってって。今でもちょいちょいね、アップデートが入ってるらしくてですね。で、まあ、キャラクターがね、何人かいるのかな。要は、ジョブですね。で、今僕が使ってるのはエンジニアというタイプのキャラクターで、この人はですね、自動タレットとかを置ける、こういう自動タレットとかを置くことができるキャラクターですね。でして、あとはまあ、ショットガンとグレネードランチャーと、あと足場を作れる。で、あとスカウトと、あとガトリングをバンバン撃てる人と、まあ、いるんですが。まあね、タレットをね、使ったりとかするのが好きなんだよね。はい、頑張って。高いところはね、彼にはお任せすれば、割と、回収は楽なんじゃないかなと。まだ残ってるぞ。ほら。え、まだ、あれ、どこ行っちゃった？どこ行っちゃった？あ、いた。君、そんなとこにいんの？ほい！はい、しゅ。まあ、設定的にはね、まあ、ブラック企業に、なんかね、雇われて、こう、地中深くに潜って、で、まあ、鉱石をね、掘り合ってるというような感じですかね。おっと、なんか、おお、びっくりした。なん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 。あ
こういうね、一応敵が出てくるゲームでしてね。ちょっとこっちの方にタレット置いとこうかな。なんかちょっと心配だな。あ、いるね。いるね。セントリーガン。いけいけ、撃て撃ていい。どれ狙え。射角が取れん。わあ、上がってきた、上がってきた。怖い怖い。よし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 、オッケーオッケー。いやー、なかなかね、ハマるゲームですよ、これは。で、本来は、このゲームね、4人で、やる、コープ系のマルチのゲームでしてね、本来は、フレンドとか、あとはオンラインでね、一緒になって、いろんな役割の中ね、ダブルのもありなんですが、ダブらせないっていうね、あの選択肢も、設定すれば可能でして、お、よ、お、よいしょよいしょ。まあどん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 こうね、地下奥深くに行くんですが、わおわおわお、なんかあるぞあそこに。どうしよう、どっから降りれるこれ。さっきみたいに落下ダメージがあるんでね。今度はミスらないように、足場をしっかり作っていこうかなと。よいしょ。よいしょ。よし、これでいいかな。だいぶこの暗い。これね、特に設定はいじってないんですけど、なんだこれ。ちょっと、ドローンにこれ掘らせて。これなんだろう。もしかしてこれ、あれかな？いわゆる、自分より先に来た人っちかな？なんかこれ下あるかな？あるある、まだある、全然ある。よし、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 と。ここで目いっぱいか？なんか、ゲットできるものとかあるのかな？マジで？マジで？ちょっと待って、ちょっと待って。明るくしよう、明るくしよう。どっから来るんだ？ここ！あ、上だな。頑張って、頑張って。待ってれば終わるら。そうでもなかったな。おっと、明るくね。やっぱこういうね、モンスター退治がね、一番いいのはショットガンだね。やばい。
ちょ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 、来るね来るね。あ、やっぱ変なとこに。今のうち。よし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 。よしよし。よしよし。ほい。やべ、ホロドローンが。フラエ。おっと、やった？よしよし。なかなか白熱したバトルでしょ？こんだけなのかな？こんだけっぽいな。まあ、こんな感じでね、ちょっと危険なね、行動？いや、行動ってわけでもないか。道は作られてないからな。洞窟をね、洞窟を探検して、探検ってわけでもないな。よいしょ。まあ、お宝をね、ゲットするためにね、労働するんですよ。なんだろう、これ。よくわからない。これは？スキャン。アモーボックスでしょ？これ。スキャン。開けられたりとかするのかな。まだね、このゲームやり始めてね、ほんの数時間しかやってないもんで、そういうわけでもないか。じゃあ先を進むかね。こっちか。はい。I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living.よっしゃ。こっちから来て、ここ行けたのかなってくらいかな。おっと、あれはね、あ、金だ。Help me mind this!これね、このゲーム明かりがすごい重要でですね。よいしょ。ロックンロール！ロックンロール！ライト消せるんですけど、消す意味ってあるのかな、このゲーム。あー、光ってる。よし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 。まあ、とにかく、掘って、掘りまくって。ガンガン稼いで。嫌な音がしたぞ。飛んでる！よしよし。掘って。Help me with the minerals here!おそらくあっちなんだろうなぁとは思うけれど。Move your tin ass over here and hurry, please. こっち来てー、こっち来てー、こっち来てー。ボットが可愛いよね、このゲームね。よいしょ。だからなんかね、一人でもなんか寂しくない感じがしますね。4人ってやっててもこいつは必ずついてきてくれるやつですね。よいしょ。
Wonder what slop they're serving in the canteen tonight. ちょっと暗いな。足場を作ろうかな。I made a platform. ちょっと遠いかな、これじゃ。よいしょ。よっ。一個作る。Platform. お、お、ちょっと。まあ、あそこまで高性能なね、セントリーとかね、ロボットとかいるのになぜわざわざね、こう、私たちドワフが、身を挺していかなければいけないんでしょうかね。なんかドワフだからなんか、厳しい、なんか、その、ルールがあるのかな？掟が。宝石を掘るには必ず生身じゃないといけないみたいなね、ルールがあるのかもしれない。よいしょ。ゲットワーク。よしよし。まあ、ちょっとね、ちょっと広げとくと。まあ、帰りもね、通ったりする場合があるのでね。暗い、必ず暗い。よしよし。武器、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 武器。よし。これは？ボスコ、マイネット。ポロマイト。ポロマイト持って。ワオ、ワオ、ワオ。こんだけ？よいしょ、ちょっと。よいしょ。まあね、最深部に近づけば近づくほど、敵がね、出てきたりとかするんですが。シングルプレイの時は出現率はちょっと低めになってるのかな。それ、そんなにラッシュが来たりとかはしないですね。明るい。あとは？あれが回復用の鉱石でしてね。なぜかドワーフ、鉱石で回復する。まあね、なんだろう、まあ設定上なんだろうな、こう鉱石を集めていくと、まあ襲われる率が上がっていくということは、あの、おお来るね、このスワーム、虫たちも、もしかしたら、その、宝石を餌にしている生き物かもしれないですね。こっち見てないで。来るよ。どっからか来るよ。上か。あ、そっちか。やばいな。暗い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 。リロード。おっ、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 リロード、リロード。来てるようだけど、はい、まあ一人でやってる場合はね、このエンジニアさんのセントリーが一番役に立つんじゃないかなと思います。おっと、また来るぞ。おっ
っと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 、おお、足場がなくなるね。間違えた、リロードじゃない、こっちだ。セトリ回収、よし行こう。まだいたのね。はいはいはい、さあさあどんどん下に行こう、下に行こう。はい、マイナス、長押し、ナノライト、赤いね、ナノライトっていうのがあるんですが、それで、補給物資を呼べるのでね、まあ、そろそろ補給を2回、ウェーブが2回来てるから、そろそろ補給を呼んでもいいかもしれないな。ほいっと、あ、いいねいいね。お、ここいいね、いいね、いいね。ほい、補給ポット、スタンバック、サプライポットインバウンド、はいはい。よいしょ、で弾薬補給と。よしよし。まだこっちか。ゴール。で、まあ最初のうちはね、まあ一人でやってね、まあ、いろいろアップグレードとかをね、増やしていくのもありだと思うし、友達がいるならね、一気に、おっと、なんか嫌な音がする。怖い。もう一発。よし、もう一回補給しとくか。I'm taking some of the ammo. よしよし。Yeah. Rock and stone to the bone.こっちはないよね。よしよし。じゃあ行こうか。あ、なんか来てる。来てるのが見えたぞ。あ、いるな。セントリーをここで回収しておいて。いけ。頑張れ。お前にかかっている。奥にもいるね。ちょっと見通しのいいところに。危ない。怖っ。見通しのいいところに。セントリーを。急げ。ロックンロール。ちょっと明るいからよかったけど、暗かったらちょっと全然あれだよ。なんだあのビリビリしてるの。なんでビリビリしてんだ。だってこれあれでしょ。なんだこれ。それ何。
ダメージ食らう。ちょっと待って、ちょっと待って。進行方向はこれで合ってるのか？まず、もうちょい上行くか。よいしょ、よいしょ。くるくる。Where is that damn ticket?で、リロードワンタンだと、リロードボタンを押すと、ちょっとね、銃を、いじったり、お遊びするモーションがあるのがちょっと嬉しいですね。モンカイトを200個掘るっていうのが、今回の目標でしてね。まあ、その、ちょっと、どこ行くの？趣味で掘ってるわけではないのでね、なんかこう、クラフトとかで、マイクラみたいにね、クラフトとかで素材集めて掘ったりというわけではないのでね、社員としてね、掘ってるのでね、採掘業者の社員としてお仕事をしてる身なので、まあ、よいしょ、よいしょ。ノルマがあるんですよ、ノルマが。で、しかもノルマ達成しないと、返してもらえないんですよね。ブラックですね。よいしょ、ほっ。これ上もいけるな、うん。ほい。お、あそこに金がある。バスコ、マイネッツ。よ。ちょっと邪魔。いいのか。ちょっと、一段高いところに来たんだよね。あれ、お、これも、これも。これ、いや、ここいっぱいあるね。ちょっと怖いのが、セントリーをここにつけとくか。いや、いっぱいあるね。これが楽しい。こういうのが楽しい。まだちょっと。ほらね、やっぱ来るでしょ？来るんだよ。こういうタイミングだよ。あ、モンカイトがいっぱいだ。Deep Rock seriously need to invest in some better equipment. やばい、来てる。めっちゃ来てる。あとは出発する準備はできてないですね。おっ、おい、痛い。おい、コロドロー。あ、前はコロドローに行かないのか。リロード。おお、来るね。ほら。ほい。くらい。下に穴は開いてる。
よしよし、じゃあ取ろうか。いやー、忙しい忙しい。お？よしよし、いっぱいあるからね、まあ、取れるだけ取ってこう。目標は達成したから、あとはこのね、後ろにね、スイッチがあってね、スイッチを押せば、帰ることができるんだけど、まあ、まだね、まだいろいろあるからね、取っとこう、取っとこう。あれが？あれが、あれが？はい。ドン！ゲットワーク！そこに掘ったやつがあって、それそっちに回って、よっ、よっ、これ掘って。Help me with the minerals here. あ、やばい。よしよし。I like the sound of that. あ、ルートバグがいる。よいしょ。どうなってんだ？よいしょ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 。さあ回収していこう、回収していこう。なんだ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 、びっくりした、びっくりした。はい、上で、あ、戦ってるな。まあいいや。痛い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 、わわ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 、助けて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 、でかセントリー、あと10発セントリーを回収して、倒したのかな、なんだろう。え、デポジティング、まあ、もう一回とはもういくらやっても完了で出てきちゃってるから、あとはそうだな、どっかにゴールドがあれば欲しいかなってくらいかな。よいしょ、ほい、よい、よっ、ルートバグ攻撃してじゃん。ほい。I need support. よいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、このゲームはね、その、ザ・ハンターとか、ああいうゲームよりは、まあ見てて楽しい、動画として見てたら楽しいとは思うんだけれど、よいしょ、こっち繋がってるくせえな、繋がってるくせえな、これ。わお、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 どっかと繋がってんじゃないかな。どれどれ。まあね、このゲームね、ずーっとやりたくてですね、
Xbox、まあ、1でも、できるっちゃできるんですけど、そのためにはね、ちょっとね、海外用のね、マネーをゲットしてね、という、ちょっとなんかちょっとした、裏技というか、まあ、おっと、ああ、一回来たことあるな。やっぱ繋がってんだな。反対から行こうか。まあ、Xbox One 持ってる人、Microsoft ユーザーの人は大体ね、やり方はそれなりに熟知してる人もいるし、まあ、それしか方法がないっていうのもあるんだけどね。日本のストアで売ってくれないやつはね、まあ、ちょっとしたね、ことをやって手に入れなきゃいけないんだけれど、まあ、このね、Dブロック、ギャラクティックも、海外ストアに出てましてね。そこにある金が欲しいよ。よいしょ。で、まあ、それ以前にね、もっと前の段階から、このゲームは、注目してて、結構ね、初期の頃からね、やってみたかったゲームで、ちょっといろいろ、プレイ動画とかね、実況者さんの動画とかも見たりとかしたりしてた。おっと？なに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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、準備ができてないよ、俺は。ちょっと見通しのいいところに行かして。見通しのいいところに行かして。あー、見通しのいいところに行かして。おだめだめ。よっと。よし。ほっ！おお、もう来てた、こんなとこまで。ああ、ちょ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 、危ない。やばいな。あ、ホロドロも持ってっちゃうの？来い！スキャナー shows the wave is thinning out. Take out the rest of them fast. あ、ちち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 。ほっ、あ、やばい。バイ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 。よいしょ、よいしょ。Die, monsters！ 終わったか？やったか？こんな風にね、長居をしすぎるとね、どん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 、敵のね、群れがね、押し寄せてくる確率が上がってくるのでね、まあ、とっとと行くのも吉だなぁという、そろそろタイミング的に。よし、呼ぶか！あ、帰るぞ。Departing in T-minus 5 minutes. Fall back to the top. 弾を回収して。Bring it, Packers! どっちだ？こっちか。来てる？よしよし。
start departing in T-4 minutes. 4分、あと4分でドロップポットが出るよ。このなんだ、回収するロボットがねいるんだけど、こっちよりね先にね進む場合はね、なんていうかね、まああのあれだよね、ブラック企業だよね、本当に人命優先じゃないんだよね、資源優先なんだよね。もう間に合わなかったらうわっ捨ててつく覚悟見え見えだよねっていう。あらら、そうそうそう、助けて、行って、あと3分、あと3分行こう、かまってないね。そうか、こんなんだったな。ちょっと待って、ちょっと待って。よっ。よっ。よし。よっ。よし。よっ。よし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 。そう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 。こんなんだったね。こんなんだったね。よしよしよし。ちか。あと2分。あと2分。あと2分、あと2分、よいしょよいしょ。最後がね、最後に来た道を戻らなきゃいけないんだよね。それがねもう大変でね。あと2分、あと2分、ちょっと待って、あと2分って言われても。よしよし、あ、うっそ。よっ。よっ。やばい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 。あと、あと1分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 。よいしょ。ちょっと暗い、暗い、暗い。あー、よしよしよし。よし来た、よし来た、よし来た、ちょっと待って。落ちた。待って待って、置いてかないで、置いてかないで、頼む。見せないで、見せないで。よし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 、ほうほうほう。置いてかれるとこだった。なぜなぜ置いてこうとするのか。ふう、はい、まあこんな感じのゲームですね。いやー、なかなかスリリングだね。まあ、戻ってきたらね、こういう装備とかアップグレードしていったりとかしてね。お、色も変えられるのか。なるほどね。これで、これの利点は、クリップや、相談、燃料タンクが、常に大容量仕様になることだ。まあ、ちょっとね、素材が足りてないよーっていう感じですね。我々は君の銃をオーバーロックさせた。早く撃てるぞ。何も聞くな。ただ楽しめ。それと管理部には何も言うな。頼むぞ。なんだこれ。
なんじゃこりゃ。先にドローンカスタマイズがね、やっぱ一番だな。あ、これ装備なんだね。ダメージの方がいいのかな。よし。ディープ深く掘れ。プレイヤーランクがまだ足りない？足りない、あ、足りない。こんなこと言うなよ。これかな、プレイヤーランク。こっちかな。はい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 、エトジル。よし。おー、まあ、なんかお酒頼めるんだろうねっていうぐらいかな。よし、じゃあとりあえずね、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。 Bang your head this!ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。